こんにちは、MB です。今日はユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションについて語りたいと思います。突然発表されましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボ、ユニクロ U だったりジルサンダーとのコラボプラス J だったり、JW アンダーソンとのコラボのユニクロ&JW アンダーソン、さまざまなコラボレーションを展開していて、まあ、それ結構定番でやってるんですけど、差し込みでシーズンだけで例えば、エンジニアドガーメンツとのコラボレーションだとか、レディースだとマメクロゴーチとのコラボレーションだとか、さまざまなコラボを挟んでいてユニクロの価値を高めていこうとすることを、まあ、ブランドコラボですねを年々やってるんですけれども、今年メンズ、まあ、これメンズだけじゃなくてキッズもレディースもあると思うんですけど、メンズ中心の、コラボレーションの話題となっているのはユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションです。こちら発売日は明確には発表されてないんですけど、まあ、多分発売日を設定っていうよりは順次出てくるみたいなやり方なのかなというふうに、まあ、説明文から見るとそんな風に想像しちゃいます。そもそもホワイトマウンテニアリングってどんなブランドなのかっていうのも今日は説明していこうと思うんですが、多分デザイナーズとかブランド好きな人からすると常識的なブランドだとは思うんですけれども、普通に暮らしてると多分接することのないブランドだとも思うので、ちゃんと説明していきますね。ホワイトマウンテニアリング、2006年からブランドスタートしてます。相沢洋介さんがデザイナーなんですけど、相沢さんはもともと純也渡辺コムデギャルソンで、企画を担当していた方ですね。もともとね、アウトドアの文脈からデザイナーズのお洋服を作ってるのがホワイトマウンテニアリングなんですけど、だからマウンテンパーカーとか、例えばゴアテックスとかパーテックスといったもう本当にプロの登山家とかが採用するようなプロスペックの素材を使ったガチのマウンテンパーカーなんだけど、アウトドアメーカーが作るデザインじゃなくて、もう純也渡辺とかの本当にデザイナーズを経験した人がおしゃれにプロスペックのアウトドアアイテムを作ってるのがホワイトマウンテニアリングなんですね。まあ、最近になって例えばワークマンだったりだとかノースフェイスだったりコロンビアだったり、そういったさまざまなアウトドアメーカー、ワーク作業用のワークウェアとかのメーカーがどんどんこうおしゃれアウトドア、アウトドアトレンドですからね、おしゃれアウトドアのアイテムって出してきてるんですけど、実はホワイトマウンテニアリングは2006年からそれをやってるんですね。でホワイトマウンテニアリング、僕デビュー当時から実はお仕事でお付き合いがあるんですけれども、初めはホワイトマウンテニアリングっていうゴアテックスとかパーテックスを使ったマウンテンパーカーとかのアイテムがメインのラインしかなかったんですけど、さらにマジモンのプロスペック、本当に値段も気にしないで、金額も高かったんですけど値段も気にしない最高クラスのプロスペックの、ラインとして BLKというラインがあったりとか、 BLK はまあホワイトマウンテニアリングの方があんまり黒色っていうコレクションの中で黒色はあんまり使わなかったんですけど、今は使ってるんですけど当時はほとんど使ってなかったんですね。ネイビーだったりとかカーキだったりとかが多かったんですけど、全てのラインナップを黒に寄せて、そして全てプロスペックっていうので BLK っていうコンセプトラインがあったりとか、あとは安価で誰でも手を出しやすいワードローブっていうラインがあったりとか、ホワイトマウンテニアリング今まで様々なことをやっています。まあ今はそれらのラインは消えてるのかな、統合してホワイトマウンテニアリング一本になってると思うんですけれども、あとはねアディダスとコラボしたりだとか、スニーカーなんかはプレネがつくぐらい人気なこともありました。なのでホワイトマウンテニアリング覚えておいてほしいのは、今のアウトドアトレンドのどちらかというと元祖とまでは言わないんですけど、今のアウトドアトレンドに流されて出てきたブランドではなくて、もう15年ぐらい前からずっとアウトドアとデザイン服っていうものを真面目に取り組んできたブランドであること、そして純也渡辺の下で働いていてデザインに対してはかなりの蓄積があるということ、この辺を覚えておいてください。で今回のテーマは世代、人種、ジェンダーを超えあらゆる人の共通言語となるアウターというのが今回ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボのテーマなんですね。でここで気になるのが、まあ、世代、人種、ジェンダーを超えてってあるので、メンズもレディースもキッズも展開されるっていうのは容易に想像がつくんですけど、あらゆる人の共通言語となるアウターと書いてあるので、今回のコラボレーションおそらく主役はアウターになるんだと思います。流行のアウトドアデザインを、まあ、ユニクロが持ってる生産背景と、ホワイトマウンテニアリングが持ってるデザインのセンスを使って最高クラスのアウトドアウェアを、アウターを作ろうっていうのが多分今回のコラボレーションの核となってると思うんですね。でここから言えることちょっと3つ話をさせていただきます。まず1つ目、
これからマウンテンパーカーを買う人は一旦待ちで、これは間違いないと思います。まあ本当にもう買うのが決まってる人、ノースフェイスのこれが欲しいとかコロンビアのこれが欲しいっていう人は、そのためにお金貯めてます、準備してますっていう人はもちろん突っ走っていいと思うんですけど、今年ちょっとアウトドアトレンドだし、外に行くアウトドアに行く機会もあるし、マウンテンパーカー買おうかなぐらいに思ってる人は一旦ちょっとこのホワイトマウンテニアリングコラボが出るまで待ってもいいかもしれないです。っていうのも多分今回相当いいの出ると思うんですよ。ユニクロって長年にわたってアウトドアウェアの素材をずっと開発してきてるんですね。ブロックテック素材なんかは一番わかりやすいと思います。ブロックテックって、まあ、ゴアテックスと同じですね。防水性と中にある湿気を逃がす透湿性、どちらも備えた機能素材なんですけど、ゴアテックスよりもはるかに安い金額で出してます。それがユニクロのブロックテック。ちょっと直感的には分かりにくい素材なんですよ。外から来る雨とかの外から来る水は弾いてくれるんだけど、中の僕らの汗、人間がかく汗とかの蒸れ、つまりまあこれも水ですよね、蒸れは外に逃がしてくれる。外から来る水は弾いて、中の水は出してあげるっていう、ちょっと不思議な機能素材なんですけれども、まあゴアテックスもそうだし、パーテックスもそうだし、でユニクロのブロックテックもそうなんですけど、もちろんゴアテックスとブロックテック全く同じスペックでは全然ないです。ゴアテックスの中でも、まあ、ランクが一応あるんですけど、パックライトシェルとか、プロシェルとか、いろんなものがある、種類があるんですけれども、まあ、ゴアテックスの中でも一番安いラインの中で、ユニクロのブロックテックの素材が、まあ、スペック、大体同じとは言えないんですけど、まあ、ゴアテックスの一番上位ラインとユニクロのブロックテック同じかって言われると、全然そんなことないです。やっぱり、ゴアテックスの方が上は上なんですけれども、ただ、ユニクロのブロックテックでも、もう本当に登山に行くとかあったら使えないけど、町着としてのマウンテンパーカーとしてはもう十分すぎるぐらい素材のクオリティと機能性があるので、まあ本当にこうガチ登山をするわけじゃないんだったらユニクロのブロックテック全然おすすめなんですね。それ以外にもハイブリッドダウンですね。ユニクロが3年前ぐらいに開発して、すっかりこう巷に認知度が高くなってると思うんですけれども、ハイブリッドダウン、まあダウンジャケット普通にあるじゃないですか。でダウン素材と中綿素材を混ぜて出しているのがハイブリッドダウンですね。大事な防寒性を司る部分、胸の部分とかお腹の部分とかはあったかくないとまずいんで、ここはダウン素材を使って、袖周りとかってのは細く見せるためにダウンじゃなくてヒートテック、あの発熱性のヒートテック素材を入れておくと。そうするとダウンよりは保温性落ちるんですけれども、ただ腕周りってそこまで寒くならないので、ダウンじゃなくてヒートテックぐらいで十分、その代わりシルエットが綺麗になるよっていうのがユニクロが開発したハイブリッドダウンのいいところだと思います。こんな感じでアウターウェアの素材に関してはユニクロかなりこだわりを持って長い時間をかけて開発しているので、このユニクロが持ってるすごい素材とホワイトマウンテニアリングが持ってるデザインセンス、ここが掛け合わされてホワイトマウンテニアリングデザインでユニクロ価格で買えるってなると、相当いいものができると思うから、今回のコラボのキーアイテムとなるのは間違いなくマウンテンパーカーなんで、相当コスパのいいデザインかっこいいマウンテンパーカーが出ると思うと、今買おうかなって悩んでるぐらいだったら一旦待ちの方が賢明だと思います。さあ続いて2つ目、インラインのマウンテンパーカーは今後良くなると予想します。これ2つ目なんですけれども、これどういうことかっていうと、インラインっていうのはコラボじゃないユニクロの既存ラインのことです。コラボじゃないユニクロが普段出している既存ラインの話なんですけど、実は今までもあったんですけど、長年ユニクロ見てると気づくと思うんですが、エンジニアードガーメンツとのコラボがありましたね。エンジニアードガーメンツっていう、まあ、元々日本のブランドですけど、ニューヨークで活躍しているカジュアルブランドなんですが、そことユニクロがコラボしてポロシャツだったりボアアイテムを出してきたんですけど、エンジニアードガーメンツのコラボってもうやってないんですけど、コラボの後にユニクロのインラインのポロシャツだったりボアアイテムって圧倒的にかっこよくなってるんですよ。クオリティが間違いなく上がってるんです。でクリストフルメールとのコラボ、ユニクロ U ですね、クリストフルメールのコラボの後もユニクロのインラインのニットウェアはかなりレベルが上がってます。実際にユニクロとルメールのコラボで出してきたニットのデザインを
インラインでほぼ全く同じに出してきたりとか、エンジニアードガーメンツとのコラボのアイテムで出してきたアイテムをインラインの方でほとんど同じようなポロシャツが1000円安く出されていたりとか、コラボの後って必ずユニクロそのカテゴリーがレベルアップするんですよ。多分なんですけど、これコラボ先のデザイナーさんと契約してると思うんですよね。コラボ先のデザイナーさんと今後、まあ、こういうアイテム、似たようなアイテム作るけど、その時に今回やったデザインってちょっと拝借してもいいですか、デザインアイデア拝借してもいいですかみたいな契約を多分結んでると思うんですよ。じゃないとできないと思うんですね。ユニクロぐらい大きな企業で、世界的な規模で似たようなアイテムを作るって、だって契約したのはコラボのラインだけでインラインは関係ないわけだから、そこで似たようなの出してきたら多分問題になると思うんですよ。だからデザイナーさんと多分契約結んでると思うんですね。だからそれぞれのカテゴリーで得意な人と組んで、そのカテゴリーのレベルをドンと上げていくっていうのがユニクロの戦略だと思うんですよ。だからポロシャツのレベルを上げたいときはエンジニアードガーメンツとコラボして、ニットカテゴリーのレベルを上げたいときはルメールとコラボして、シャツのカテゴリーのクオリティを上げたいときはジルサンダーとコラボして、そして今回ホワイトマウンテニアリングとのコラボでマウンテンパーカーとかアウトドアウェアのレベルが上がると予想されます。これ今までの流れからすると至極真っ当な話なので、おそらく今後来年以降はインラインのユニクロのマウンテンパーカーとかアウトドアウェアはかなりクオリティが上がるはずです。そして3つ目、これは個人的な話なんですけど、できれば今回のコラボレーションアウターだけじゃなくてパンツやスニーカーに期待したいなと思います。出るのかどうかちょっとわかんないんですけど、実はホワイトマウンテニアリングってアウターマウンテンパーカーのブランドではなくて、スニーカーアディダスとのコラボレーションで本当に毎回毎回人気のスニーカー出してますし、あとデニムパンツ、デニムパンツは今そうでもないと思うんですけど、前はですねデニムパンツ出すたびにホワイトマウンテニアリング大人気になって、全国どこ探しても新作のデニムが売ってない、すぐ完売するみたいなことが多かったんですよ。ホワイトってデニムめちゃめちゃ得意なんですね。パンツのシルエットすごく綺麗なんですよ。それ以外にもポーターとコラボしている小物、もうこれはもうデビューシーズンからやってるんじゃなかったかな、デビューシーズンからポーターとホワイトマウンテニアリングってコラボして作ってるんですけど、もともとあれでしょ、エッセンシャルデザインだっけ、なんだっけ、ホワイトマウンテニアリングの前身のブランドがもうポーターとコラボラインをずっとやってたブランドがあって、そこから確かホワイトマウンテニアリングってできてると思うんだけど、間違ってたらごめんなさいだけど、でもポーターとのつながりってかなり深いんですよ、ホワイトマウンテニアリングって。なので小物類すごくいいアイテム多いんですね。なんでアウターだけに今回コラボ絞るのすごくもったいないと思うので、パンツか、スニーカー難しいかもしれないけど、パンツとか小物はぜひ出してほしいなっていうところ、期待を込めて3つ目の話として挙げておきました。あとはね、純也渡辺で培ったんだと思うんですけど、シャツがめちゃめちゃ得意なデザイナーさんなんですよ、相澤さんって。なのでホワイトマウンテニアリングシャツ類も良品がすごく多いので、アウターだけじゃなくてシャツもぜひ出してほしいと思っております。はい、そんな感じで今日はホワイトマウンテニアリングとユニクロのコラボレーション、ちょっとポイントをお話しさせていただきました。2021年秋冬にローンチということなので、おそらく9月10月ぐらいから、出されていくのではないかなと思います。マウンテンパーカーが主役になるとは思うんですけれども、できればパンツや小物も出してほしいなと期待しています。とにかくマウンテンパーカー今買おうかどうか悩んでる人はちょっと一旦待っていただいて、ホワイトマウンテニアリングとのコラボを待った方が絶対おすすめです。というわけで今日はホワイトマウンテニアリングとユニクロのコラボレーションについて簡単に説明させていただきました。参考になれば幸いです。私 LINE 公式アカウントをやってます。 LINE 公式アカウントではそこでしか見れない限定動画やお得情報などなど配信しております。あんまり配信しすぎるとうざくなってブロックされちゃうので、週に1回か2回ぐらいの配信になってますので、安心して友達登録してみてください。それでは今日はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。